レストランケーナでは秋の再開丼としてみかんライスのミルフィーユロールカツ丼洋風仕立てを出しています。バイオパーク収穫のみかんで炊いたみかんライスの上に西海市特産のゆで干し大根を洋風に味付けし豚バラ肉で巻いたサクサクロールカツを乗せています。梅肉ソースにつけたりそのまま食べても OK。 季節のスープと園内収穫ブルーベリーソースのミルクプリン付きです。前橋特典としてソフトドリンク1杯をサービスしています。ぜひ食べにいらしてください。かわいい動物たちと待ってます。